これより YouTube 卒業式を始めさせていただきます。一同礼。卒業証書2020年卒業する皆様殿、あなたは学校の課程を納め、その業を終えたことを証します。令和2年3月19日フィッシャーズ、おめでとうございます。卒業生の言葉。スーツとジュラルミンケースを装備した親父が来た。授業参観、授業参観。僕のあだ名がメインブラックになった。フェンスを登ったら怒られた。休み時間、休み時間。上から見下ろす先生は少し小さく見えた。何よりも楽しみだった給食、給食。3年間じゃんけんの勝率は7割5分でした。給食の時間に転倒させた配膳車、配膳車。後片付けは一人でやりました。みんなで暴れまくった廊下、廊下。石鹸をぶちまけてスケートリンクにしてましたね。廊下裏で、廊下裏ってどんなやつ。本当は楽しかったはずの運動会、運動会。僕の走順でクラスが揉めました。幽霊のせいで記憶がない修学旅行、修学旅行。返して。昼休みにみんなで遊んだ体育倉庫の前、体育倉庫の前。グラウンドでなんで遊ばなかったんだろう。仲良くなりたくて後輩に聞いた LINE、 LINE。 あだ名が後輩狩りになった。青春ラブコメに憧れて入った高校、高校。工業高校だったから女子がいませんでした。楽しそうだから見に行ったブラスバンド部、ブラスバンド部。卒業まで仮入部で中太鼓を叩き続けました。告白した。振られました。そんなことあったんだ。あ、そうなんだ。今日これ初めて言ったの、ね、初めて。マジか。長身でバスケ部に入った A ちゃん、 A ちゃん。ドリブルしたまま体育館を出てきました。校舎横にいたヤンキー、ヤンキー。いつも上からチョーク投げてました。好きすぎて告白した女の子、女の子。50回ぐらい振られました。中1で行った旅行で起きた怪奇現象、怪奇現象。隣の部屋で自分が壁でドラムしてただけでした。中1の修学旅行で起きた怪奇現象、怪奇現象。その音で泣いていたのは僕でした。天井に穴が開いた高校、高校。すいません、僕でした、あれ。天井に穴が開いた中学校、中学校。すいません、僕でした。壁に穴の開いた大学、大学。すいません、僕でした。全校生徒の靴が入れ替わった小学校、小学校。すいません、僕でした。中学で話題になった不審者、不審者。授業を抜け出した僕でした。夜抜け出した卒業旅行、卒業旅行。ダーマと出くわしました。運動会での棒倒し、棒倒し。飛び降りて両足骨折してました。お道具箱、お道具箱。名前つけたやつが安易すぎると思う。中学の時お小遣いを貸した。
早く返してください。マネにある1時間目のプール、プールめっちゃ眠くなる。みんなで走ったマラソン大会、マラソン大会。シルクが方向音痴すぎてゴールにたどり着けなかった。ドッジボールで燃えた球技大会、球技大会。顔面セーフだけど涙がこぼれてきました。一生懸命頑張った組体操、組体操。ずっと下でした。みんなで焼き物を作った図工、図工。先生が火加減を間違えて爆発しました。皆さんは今日卒業します。卒業します。卒業生の歌。過ぎてゆく青春時代、はじめは友達と意味もわからなかった。少しは成長したのかな。全員の名前が書いた黒板が旅立ちの日を感じさせる。はあ、あいつと何度喧嘩したか、叶わぬ恋もあったっけ、今じゃいい思い出だ。咲いた思い出が散らないように、新しい道に進むよ。思い出は胸にしまわなくていい、心に刻まれてる。大丈夫、また笑いしようや、必ずまた会う日まで、さよならまたな。桜は咲いた風に乗って飛んでゆく、思い出を探してた僕らも、時は流れ飛び立つ時が来た。今はもう戻れない青春、はじめは別れの意味もわからなかった。でも少しだけわかった気がした。クラス全員の背中がなぜか寂しそうに見えた。
思い出は胸にしまわなくていい。心に刻まれてる大丈夫。また会う日が来た時にまた笑いしよう。や必ずまた皆様ご卒業おめでとうございます。僭越ながら私フィッシャーズを代表してシルクロードが祝辞を読まさせていただきます。ご卒業おめでとうございます。全世界中で問題になっている新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、休校措置や卒業式イベントなどの規模縮小中止などに至っています。卒業式の中止などで別れや感動を実感できない状態の中、新生活を迎えるというこれまでにないようなことになっています。僕らフィッシャーズは卒業を記念して作られたグループで、卒業式も当たり前のようにしてきました。皆様のことを想像するととても心が痛いですが、その想像をはるかに上回る悲しみが皆様の中に渦巻いていると思います。僕たちがこのようなことを言っていいのかと考えましたが、ここで話をさせていただきます。皆様にはこの経験で感じたことを忘れないようにしてほしいと思います。その経験は必ず無駄にはなりません。数年後この状況を乗り越えたこと、そこで考えたことを笑って話したり、その経験から他の問題壁を越えていける強さに変わっていると思います。そしてそれを心からフィッシャーズは祈っております。卒業を記念して作られたグループフィッシャーズだからこそみんなに言えるかなと思ったことを話させていただきます。こんな時こそ友達と連絡を取ってください。仲が良かった子、話したことない子、喧嘩をしてしまった子、偶然好きな子が被ってしまったあいつ、共通の意外な趣味があるあいつ、全然趣味も合わないけどなんか気になるやつ、とにかく後々助け合える仲間との絆を深めてください。その時に生まれた絆と仲間でもしかしたら大きなことを成し遂げられるかもしれません。卒業式がなくなっても今絆を作ったことや過去の思い出はなくなりません。もしかしたらより深く強い絆を生んでくれるかもしれません。とにかく皆様には仲間を今大切にしてほしいです。今もこの先も学校生活でも支えてくれるのはやはり仲間だと思います。そして家族も大切にして家でよく話してみてください。学校生活で今まで話していなかった思い出を家族に教えてあげてください。僕らフィッシャーズは高校の頃はぶっちゃけほとんど会えていませんでした。そこから過去を思い出し連絡を取ったことから今につながっています。卒業してもつながりは消えません。また集まれます。また集まって卒業式を自分たちで開いたり同窓会で盛り上がってください。人生の経験として今は大きなことですので、ぜひ将来に生かしてくれたら嬉しいなと思っております。心よりご卒業おめでとうございます。令和2年3月19日フィッシャーズより。
なみに今令和2年ですけど、3月19日これはですね、僕たちが10年前に卒業した日になりますね、うん、そう2010年3月の19日に僕ら卒業しました、はい、なのでここの日付を3月19日にさせていただきました。卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。卒業して学校行く方、働く方も、その後もどっちの道に進んでも楽しいことっていっぱいあると思うので、全力でこれからを楽しんでください。卒業おめでとうございます。卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。卒業というのは一つの節目であり、次に向かう旅の始まりでもあると僕は思っております。学生の頃に、勉強したものであったり、学んだ経験だったりするのが、こう社会に出てからすごい財産になると思います。今まで勉強したこととか、まあ、ちょっと必要ないなって思う場面もあると思うんですけど、ふとした時にね、それがあ、この時勉強したなとか、あの先生が何か言ってたな、友達と何か話してる時にこういうことあったなとか、一つ一つ大事な財産になると思ってます。今僕らもこうしてみんなで一緒にね過ごしてる中で、そういうものがたくさんいいケースとして現れてます。運動もそう、遊びもそう、全てが今に生きてるので、今のことを大事に胸に留めて、これから先楽しい日々を送ってください。卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。過去にやっとけばよかったなと思わずに、これから学んでいくというポジティブ思考でいきましょう。不安にならず楽しく過ごしていきましょう。卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。卒業式がね、こう、まあ、いろいろあって縮小してしまったりとか、まあ、はたまた場所によっては中止になってしまったりとか、まあ、あったと思うんですけれども、まあ、それでね、何もかも全部おしまいというわけじゃないんですよね。まあ、それでね、なんかこう気を落とすことも、まあ、あると思うんですけど、まあ、そういうね自粛ムードの中でこう楽しむ心をね、やっぱり忘れないようにしてほしいというか、まあ、慎む心も大事だと思うんですけど、こうそういう思い出をね、今みたいな思い出をこう後でみんなで集まって共有したり話したりとかね、するのも同じぐらい大事だと思うんで、みんなでこうあんなことあったなとか笑い合うためのね、こう種としてこうみんなで使ってもらえたらなと思います。卒業生の皆様、ご卒業おめでとうございます。辛いこと、苦しいこと、いろいろまた新しいことを覚え直したり、新しいコミュニケーションを作ったり、いろいろあるかもしれません。ですが、それ以上に新たな出会いや嬉しいこと、楽しいことがいろいろいっぱいあります。新しい生活を後ろ向き、ほら、目いっぱい楽しんでいきましょう。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。なりたかったね、職業だったりとか、行きたかった学校に行きた方はぜひ全力で頑張ってみてください。そして、まあ、まだやりたいことが見つからないって方も多分中にはきっといると思うんですけど、まあそういうもんなんだ、人生は。なんかやっていくうちにね、自分の得意なものだったりとか、逆に苦手なものだったりとか、今までのこれまでの学生生活で、成功したことだったりとか、逆に失敗したこと、多分たくさんあると思うんですけど、大人になるにつれてね、その成功だったり逆に失敗だったりがすごい人生に必ず生きてくると思うんで、まあいいことも悪いことも全部が人生だなと思って、すごい頑張ってもらえたらなと思ってます。僕はね、すごい学生時代すごい失敗ばっかりだったんですけど、その失敗のおかげで大人になるにつれて、こうなりたいとかこうしたいっていうのが逆にこう強く持てることができたんで、皆さんもそういうこうね、いろいろあると思うんですけど、そういう気持ちを逆にバネにしてもらって、この先未来、社会だったりとか学校だったりでぜひ思いっきり羽ばたいてください。卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。大人にね、人生はそんなに甘くないとか、お前には無理だとかね、すごい言われると思います。大人の言うことはね、まあある程度は聞いた方がいいと思いますが、無理だとかね、結構否定的なことを言われた際には、あ、そうやって考える人もいるんだなくらいで軽く流すといいと思います。これやりたいなって意外と見つからないものなので、もう一個ね、好きだっていうものがあったとしたら、それはね、ずっと好きなままこう取っといてください。それがね、人生の中で増えていくと、そこからまたなんか新しいことが始まったりするので、僕もね、いろんなことスポーツが好きだとか、なんか動画見るのが好きだとか、そっから動画作るのが好きだとかになって今の YouTube につながっているので、好きなものがあったらぜひね、懐にしまっていただけるといいと思います。マイナスのね、ことって結構数えるとすげえ多いんですよ、数え始めちゃうと。で、必ずしもなんかこうポジティブにいけっていうのも、それもまた重圧だから、あんまりこう言いたくないなと思うんですけど、何、成功者ばっかり見てるといろんな美談があると思うんですよ。結局あれ、振り返って、あ、
これいい言葉だなとか、あ、こういうこと考えてたんだって思うんですけど、あれだいたいあれ振り返って言葉にしてるだけなんですよね。だから僕がすごいフランクに喋ると、今楽しんでることをめちゃめちゃ楽しんでやって、あ、これやりたいな、これやりたいなってやり続ければ、後々それが美談になるんで、今好きなことをね全力で楽しんでください。もうそれが何でもいいです。今ね外に出れないとかっていう現状がありますから、まだ皆さんの知らないあのね痛い椅子とかね、マイナーのスポーツで結構あるんですよ。マイナースポーツ調べてみて、自分でこうやってみて、この友達とねなんかこう外出れる機会があったらやろうよとか、一人でやれるスポーツがあったら一人でちょっとやってみようとか、いろんなことがね発見できる今いい機会だと思って、プラスに捉えてくれると嬉しいなと思います。今ねネットがあるんで YouTube も見れるし、まあみんなとね連絡も取り合えるし、オンラインゲームなんかやってね、みんなとこう喋りながらやるのもいいかなと思います。でね、そのオンラインゲームとかでは別にね、まあ、通話でもいいですから、こう過去のことを喋りながら今ね楽しんで好きなことを全力でやれる、すごいいい環境だと思いますので、楽しいことをみんなでシェアしながら、そしてまあ動画もね、今の僕らは結構動画出してるんで、まあゆっくり見たりとかして、また新しい、まあ、話題をねみんなで共有して、新しい未来をね、そこからなんかヒントを得てでもいいですし、作り上げてってください。皆さんにねなんかいいヒントをあげれるようなね動画を僕ら出していきます。まあ時折意味わからん動画になる時があると思うんですけど、僕らなりにもそれはもがいてる証拠なので、だから炎上とか YouTuber さん結構多いんですけど、そういうのもねこうただの失敗じゃなくて、あ、これダメなんだな、じゃあ次やめて次新しいこと始めよう、プラスに変えてって言ってます。皆さんもね失敗があっても必ず前を向けるように頑張ってほしいなと心から願っております。この度はお卒業おめでとうございます。動画見てくれてありがとう。セガンブリツイッターインスタ登録よろしく。他にもいろいろやってるので度々確認しておくように。チャンネル登録よろしく。せ